はい、1925回始めます。11月22日です。もうこれで帰ろうかな今日。まあ一応本数は取り終えたとかね、最低限やったんで、うん、これで帰ってもいいかな。ちょっとね、明日から仕事、うん、なあ、ぎっくり腰で腰痛めてるしね、大変なんで、まあ今6時前かな、うん、5時39分、6時前にねここ出ればなんとか7時ぐらいには家に帰ってお風呂入れるんでね、お風呂入って寝ようかなと思いますけど、これで最後にします。また皆さんね、1週間後ぐらいにお会いしましょうということで最後になると思います。うん、最後のニュース、これまた虐待の話ですね。 JRT 四国放送っていうのかな、うん、徳島県の話ですね。まあ日本全国でね今行われてる虐待、これ精神科病院での入院患者に対する虐待、膝蹴りなどして肋骨を折る大怪我をさせた傷害の疑いで元准看護師の男逮捕ね。これね、ほんと看護師、准看護師による虐待、しかも男なんですよ大体が。そんなに男の看護師、准看護師って多いかね。ほんと男の看護師、准看護師はね虐待するね。女の人は出てこないね、男なのよ大体。うん、JRT 四国放送、徳島市の病院で入院患者に膝蹴りするなどして怪我をさせた疑いで元准看護師の男が20日逮捕されました。逮捕されたのは徳島市の精神科病院睦弥ホスピタルに勤務していた元准看護師で、27歳の男ね。警察などによりますと、男は10月4日病院に入院していた60代の男ね、60代の男性患者ですね、男性患者60代に対して頭を平手打ちしたり左脇腹に膝蹴りしたりして、肋骨を折る大怪我をさせたと、傷害の疑い、肋骨折ってます。はい、男性患者が夕食を終えて一緒に個室に戻った際にトラブルになったとみられ、男は抵抗されたり噛みつかれたりしたとやったと容疑を認めていると、うん、男性患者が病院の医師に相談したことで発覚。あ、この男性患者が病院の医師に相談して発覚したということで、男はすでに27歳の男はすでに懲戒解雇されているということですけど、いうことですね。絶えないですね本当に、精神科病棟。まあここにね看護師さんとかね、この27歳の男以外にもたくさんいたと思うんです。中でこの男性看護師だけが暴力ね、膝蹴りとかしてるわけでね、頭両手平手打ちしてみたりで、これ患者が噛みついたとかね、抵抗されたとか、うん、噛みつかれたりしたって言ってるのはあるんですけど、まあだからしょうがないだろうっていうのはあるにも聞こえるんだけど、これ噛みつかれるようなことを日頃からやってるから、この27歳の男だけが噛みつかれてるんじゃないかとも思えるよね。他の看護師とか介助する人には噛みついたりはしないと、日頃から優しくというか丁寧にというかね接してるから他の人には噛みついたりしないけど、日頃からこの27歳の男性がまあちょっと荒っぽいというかね、うん、対応が悪いんで、この60代の男性患者も噛みついたりしたんじゃないかということも推察されるんで、まあかね、確かにね噛みつかれたりなんかしたらこれ反射的にね、抵抗するけどね、うん、抵抗っていうか手が出ちゃうこともあるかもわかんないけど、噛みつかれるには噛みつかれるだけの理由があるんじゃないかとも思えるしね、うん、まあとにかく精神科病棟でこれ殴る蹴る肋骨折るだから、うん、ね、肋骨折っちゃいかんでしょ、膝蹴りだから膝蹴り、うん、これ精神科病棟本当に絶えない、うん、いくらでも出てくるような気がするね、精神科病棟ではこの虐待もう当たり前ねになってんじゃないかなって、感覚麻痺してるんじゃないかっていう、あと外科医とのね隔たりが大きくて中が全然分かんないよね、中で何が行われてる。それをいいことにこの内輪の看護師とかねスタッフ職員による虐待蔓延してるんじゃないかって疑いたくもなりますよ。
もう目を覆うばかりの、事件ありますね。滝山病院はじめ過去のね、精神科病棟というのは事件見てると、もうこれ本当に日本人がやってんの、日本国内の話なのっていう、とか別の惑星の話じゃないのって、もう肛門にボルトとかね本当に壁中踏んまみれとかね、うん、いやそれはもう考えられないよね、うん、スクワット何百回とかね、うん、拷問だろうっていうねこと平気でやってるからね、恐ろしい。あと看護師の男は悪いやつ、まあ、全員じゃないけどね、多いね本当に、うんね、マザーテレサのお話を聞けと、ね、言いたくなる、本を読めと、うん、本当にいうことですよ。白衣の天使よく言ったもんだね。悪魔だよね、白衣を着た悪魔たくさんいるよね日本には、うん、まあ日本だけじゃないのかもわかんないけどね、世界中に、ね、看護師こういうのいっぱいいるんだろうけども、それにしても最近目を覆うばかりだね。60代の、ね、患者に対して膝蹴りとか、本当に肋骨折ったとかね、平手打ちとか、いや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 、よかったねこの60代の男性、自分からねこれお医者さんにね、相談できたんだからね、これかわいそうなのが相談できないような精神障害とかね、知的障害とかある人、言いたくても言えない人、まあいっぱいあると思うよ、うん、この患者はねお医者ちゃんとね自分の意思で、うん、周りに話せたからこういうことされたんだと。いいけど知的障害とかね、ある人で意思を表明できない人に対する一方的な暴力ね、人権侵害的なもの、うん、いっぱいあると思うよ、うん、もっともっとこれ外部の介入必要だと思うけどね、精神科病院ほんと多いから、うん、いうことです。はい、終わります、もう帰ります。ありがとうございます。明るくなってきました。また皆さん5日後か6日後か7日後ぐらいねお会いしましょう。その頃にはねまた一段と寒くなってると思うんですけど、皆さんね体調崩さないように、はい、お体大事にしてください、ご自愛くださいということで終わります。ありがとうございました。またお願いします。チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。